ブルガール語は、バルカン半島、ボルガ川中流域、北、カフカースなどで、ブルガール人によって話されていたと考えられる言語。トゥルク諸語の中での位置づけは、不明確であるが、チュバシ語と禁煙と見られている。ブルガール語の話者は、ボルガブルガール、ドナウブルガールを構成する、民族集団に含まれていたと考えられている。現代のチュバシ語は、他のトルク諸語と、 ブルガール語との間で見られる、音韻上の対立が規則的に現れることから、現在存在する言語の中では、ブルガール語に禁煙の唯一の言語であるとみなされている。なお、現在のボルガタタール語は、ブルガール語の要素を一部含むものの、キプチャク系、トゥルク言語と、ブルガール語の根鋼言語と考えられている。ドナウ・ブルガール語を表記するのに用いられたコトゥルク文字の一種。 ブルガールルーン文字。旧世紀には、ドナウブルガールのスラブ化に伴い、バルカンでの和者は途絶したと見られている。ドナウブルガール語の碑文は、ブルガリア北部のプリスカや、ルーマニアのムルハトラルで発見されている。これらの碑文は、ギリシア文字や特決文字様のフルトゥルク文字にて書かれており、内容は、祈祷文や、三事のほか、法定目録である。ドナウブルガル語の碑文は、 ギリシア語で書かれた同一筆文と共に見つかる例があり、スラブ化が進む前のブルガリア第一帝国の支配者がギリシア語を公用語として使用していたことがわかる。ボルガ川中流域では13世紀から14世紀頃まで存続したとみられるが、モンゴルによるボルガ征服に伴い住民のキプチャク化が進み、死後となった。ボルガ川流域ではアラビア文字や コトゥルク文字を使った、ボルガブルガール語の碑文が多数発見されている。ありがとうございます。